お世話になります、ヒトリーでございます。ポケモン第二世代から登場したドラゴンタイプの代表的な技、激凛。命中100で威力120と非常に強力な技ですが、その代わりに2から3ターンは攻撃が強制的に発動してしまう上に、その攻撃が終わったら混乱状態になってしまうんですよね。しかもこの激凛をやっている最中は交代すらできなくなってしまいます。ではこの激凛中にレベルアップし、新しく技を覚える際に激凛を忘れさせて他の技を覚えさせたらどうなるのでしょうか。本来なら激凛が続くわけなのに激凛を覚えていないわけですから発動しないのでしょうか。それとも激凛を使いはしたので混乱してしまうのでしょうか。気になりますよね。私は気になりすぎて激凛後のように混乱し眠れなくなりました。皆さんも同じく混乱して眠れていないと思いますので、今回は激凛発動中にレベルアップし覚えた技で激凛を忘れさせたらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょう。準備に結構時間かかりましたね。どういう状況かと言いますと、私は今回使うのはこのオンバット27レベルでございます。でこのオンバットは28レベルで吹き飛ばしを覚えるんですね。で必ず1体倒してレベル上げたいので、経験値もうあと1回戦ったらレベル上がるような感じにね調整しておきました。でさらに技はですね、激凛ちゃんと覚えさせておりまして、これでやっていくわけですね。この通りね、ちゃんと激凛 2,3 ターンの間暴れまくって攻撃するっていう感じの技ですので、これ早速使ってやっていきたいと思います。でちょうどいい感じの敵もね、なかなか見つけるのに苦労したんですが、こいつなかなか戦ってないやつでいい感じの敵でしたので、やっていきましょう。スチームのパワーでどんな相手も吹き飛ばしますっていう感じで言われているんですが、たまたま私覚える技を吹き飛ばすなんで、なかなかそういうところに運命を感じましたが、司さんでよろしくお願いします。なんで鉄道員がこんなところにいるのか知らないですが、モグリューさんですね。やっていきましょう。はい、オンバットで相手ちゃんと2体いますので、激凛で相手倒してこの試合が終わるってことはないので、そういうね意味でも、いい感じの相手ってことですね。まあ、とりあえず多分激凛で一発でワンチャン倒せない可能性もありますので、とりあえず噛みつくでね、少しダメージ減らしたいと思います。多分一発で死なないでしょ、さすがに。あ、死なないですね。あ、ひるんで技が出せないというね、ラッキーが無駄に起こりましたね。こういう時に限って運がいいというね、よくあるあるですね、こういうのは。はい、急所に当たっていく。ちょっと危ない。ちょっと怖いけど、はい、OK ですね。こんぐらいさすがに激凛で死ぬんじゃないでしょうか。はい、じゃあここで肝心のね、激凛やっちゃいましょう。はい、一発で倒しますよ。はい、激凛、いけ激凛、ナイス、ぶっ倒していく。ちゃんと予定通り倒していきましたね。経験値をもらった。はい、レベル上がりました。ちゃんと星ガリスがなんかめちゃくちゃ上がってるけど、レベルそんなの無視して28に上がった。はい、これで吹き飛ばしちゃんと覚えますね。これで、はい、1回使った激凛さんを忘れさせていくわけですね。はい、これで、はい、忘れさせていくと。はい、これで1、2の、はい、ポカンという初代からおなじみの忘れ方で忘れて、それで吹き飛ばし覚えましたと。激凛は忘れてますね。星ガリスが9レベルに上がったと。どうでもいいですね。はい、それで岩アークを出してくるんですが、ここは入れ替えてしまうともう確実に激凛が終わってしまうので、そのまま戦うっていう感じですね。でちなみにですけど、ポケモンを入れ替えて激凛を消すことは一応できるんですよね。ただこれ調べた限りでは、ジム戦とかこういう普通のトレーナーではできるけど、ランクバトルとかではできない仕様みたいな感じらしいですね。まあ、とりあえず今回入れ替えてしまったら激凛なくなっちゃうので、そのまま戦うでやっていきましょう。はい、これでイワーク出してきますね。はい、登場しまして、はい、これでどうなるか気になるところですね。はい、これで、あ、激凛やる。え、マジ激凛あんの。え、ちょっと待て、激凛、残ってんの。残りかさあんの、激凛の。疲れ果てて混乱したし、激凛の残りかさあった。マジかよ。これは超予想外では。マジか、ちょっと待ってください。これ一回ちゃんと戦うのとこで見てみましょう。待って、これはやばいでしょ。マジか、覚えてないっすよ。吹き飛ばして翼で撃つ、噛みつく、エアカッター、やばくないっすかこれ。激凛の残りカスがすげえいっぱいあるんだ。じゃああれですね、激凛って怒るって意味じゃないですか。めちゃめちゃ怒ったその怒りがまだ技を忘れても脳みその中に残ってるから、その怒りが発散されてみたいな感じってことですかね。やっぱり感情ってのはやばいわ。ということで検証結果、激凛発動中にレベルアップし覚えた技で激凛を忘れさせたら激凛が通常通り継続されるでした。今回も非常に意外な結果になりましたね。マジで驚きました。だって激凛っていう技をもう覚えてないんですよ。技に持ってないのにその後もその技を使っていくわけですからね。忘れてんのに覚えてるっていう謎の現象が起こるわけですね。これじゃあ実質5つ技を覚えてるってことになって本当にやばい状況ですよね。まあ何の実用性もないんですけどね。ただ今回やってて気づいたんですが、激凛
つまり怒りという感情は他の技とかでも消すことができなくずっと残り続けるわけですから、もしかしたらゲームフリークは人の怒りはどんなことをしてもそれを発散するまでずっと残り続けるから、怒りを生むような戦争なんてやめてくれと私たちに伝えたかったのかもしれませんね。 No War